どうもこんにちは。地図アプリを作るの続きを決めていこうと思います。前回ね、文字化けせずになんとか読めたっていうところまでやったんですけど、そこからちょっとね進捗があったんで、まずはその話をしたいと思います。で、前回のソースコードはこれで、最終的にこのシェイプファイルと DBF ファイルを別で読み込んで、で DBF ファイルを読み込むときに文字コードの変換とかをやればなんとかなるっていう話をしたんですけども、これねいらないです。シェイプファイルっていう NPM モジュールを使うとバシッとねこれだけで読めます。で、大事なのはこれですね、エンコーディングをシフト JIS っていう風に設定してあげるということで読み込めます。なのでこれは無駄でしたともう最初からね、このシェイプファイル一回使ってみればよかったんですけど、なんかねシェイプファイルが結構前にメンテナンス終わってるというか、何も変更がないので大丈夫なんかなと思ったんですけど、まあシェイプファイル自体がそんなに変わるもんじゃないので、まあ、いいんでしょうね。はい。で、これはタイプスクリプトの、型定義とかないので、ちょっとタイプスクリプトで使うには型定義作ったりしなきゃいけない、若干めんどくさいんですが、今回は JS なんで、まあいいだろうっていうことです。で、JS 縛りで、パースをしようとしてるんで、なんかあんまりね、選択肢がないというか、なんですけど、これね、この記事は貼っときますね。この記事で、GeoJSON にね、Node.js から変換するっていうことが書いてあって、で、ここでね、この GDAL とか使うと、楽にできますよ、みたいなことがね、ちらっと書いてあったんですけど、これ、よくよく見たら見つけて、で、GDAL、ここね、下にさ、しかも、この文字化けとか、なんかあるかもしれないけど、GDL 使えば大丈夫ですよってことが書いてあって、GDL って何やと思って調べたところ、GDL っていうのはこういう別のライブラリで、これがですね、Python か C、C++、Java からいじれるやつなんで、まあ言語にこだわりがなければ Python でこの GDL 使った方が確実かもしれないです。もしこれから先ね、文字化けするようなことがあったら、ちょっと Python の方で、GeoJSON っていうね、JSON に変えて、そこから、もうすでに多分ね、そこまで行った時に、ノードで他の処理書いてると思うんで、まあ、ノードの方に処理を、データをね、変換したデータをノードに上げて、そいつをノードが食べて処理をするっていうような形にしたいなと思います。あ、一応あんのか、タイプスクリプトのサポートも。ありそうですね。まあ、これをね、使うと一番確実だと思います。今回はね、まあ、文字化けしてないので、まあ、使わないですけど、まあ、使う機会があれば、こっちにね、またなんかバグっていうか、文字化けとかあったら、この GDL を使う形にしていこうかなと思います。はい。で、今日は、このね、ここと、ここの、紐付けがね、どうなってんのかっていうのを見ていきたいということですね。それをやっていこうと思います。で、今、シェイプファイルのこの MG カッシュ、カッシュ P っていうね、このよくわかんないファイル名のやつしか見てないんですけど、他にね、畜飯、魚具、撮影法、飼育っていうのがあるんで、飼育かな。はい。まあなんかあるんで、こいつらはね、ちょっと中身を見て、どんなデータが入ってるのかって見つつ、あとはね、これね、この調査管理番号からリンクコードまでの、あ、これね、リンクコードって切れてるのは、やっぱり何で読んでも切れてるんで、元のデータがそうなってるんだと思う。本当にね、多分、これは DBF ファイルの制約とかだと思うんですけど、多分ね、ここの、カラム名は、なんだ、全角文字5文字までとかね、そういう制限があるんじゃないかと思います。これ多分リンクコードなんですけど、リンクコードで消えてますけど、まあ、この辺のね、プロパティーズのデータで、これが Excel の、一覧データになるんですけど、まあ、これのどれか、どの行かっていうのを、判別できるようにしたいので、まあ、何でね、1行を決められるのかっていうのも見ていきたいと思います。これ先やるか。多分データとしては全部こんな感じのデータが入ってると思うんで、まあ、入ってるという前提で見ていこうと思います。まず、このね、
調査管理版っていうのは探せば出てきてたんで、これで何行かに絞ることができるはずです。これでこれね、めちゃくちゃ時間がかかるんだけど、これで検索すると何行なんだこれ、重い、まあ、このくらいの行数で絞り込むことができるという感じですね。これ切ったらダメかな、重っ、ちょっと重すぎるな。これ CSV かなんかに書き出して、CSV で書き出して、ダウンロードに CSV で書き出して、CSV を VS コードで見た方が早いかもしれないですね。VS コードに CSV のエクステンションがあるんで、これかな、エディット CSV ってやつを入れておくと便利です。入れておきましょう。はい、でこれでよろしいので、はい、これが CSV ファイルですね。これも結構でかいかな。はい、 OK かな。大丈夫かな。はい、でこれエディット CSV ってここにね、さっきの入れるとこれ出るんで、これを押すとドンと、お、これも重いか、あれ出ないぞ、出ませんね、意外とダメかな。あ、出た出た。はい、こんな感じで CSV ファイルをVS コード上でいじることができるんですが、これもこれで重いな。 Excel とかスプレッドシートでいじった方が早いかもしれないですね。ダメだね、ナンバーズは使い物にならんな。はい、あ、これ一応大丈夫かな。はい、あ、遅いね、やっぱりね、それなりの遅さだわ、全然ダメだ。はい、これでね、225行まで絞り込むことができますね。はい、でこっから何で絞り込めばいいかっていう話なんですけど、調査年月日かな、河川コードはなかったはずなんでね、河川コードはないんですよ、河川コードはないん で、 でリンクコードはリンクコードもないから、あ、調査年月日もないぞ。これはなんかこうしたら出てくるとかかな、なんか逆だね、19年、何で見たらいいんだろうね。19年6月14日、これで128行あるか、なんかこの辺で見れるのかな、利根川、なんかそれっぽい感じのデータではあるな。うん、なんかこの辺でちょっと若干絞り込めるような気はするんですけど、まあ、ちょっとね、この箇所だけだとちょっとわからないので、他にもちょっと見ていこうかなと思います。これね、ちょっとコピーして、まあ、これさようならしてですね、これが正規のものと、でちょっとこれね、丸々コピーしてきてるだけなんで、これが、これシェイプファイルの一番上のやつですね。オープンの中だけちょっと変えただけなんで、アウェイト使ってないやつなんですけど、これをちょっとアウェイト使う形に直したいと思います。ロードシェイプで、アシンクアウェイトを使って読む形にしたいですと。
で、ロードシェイプで、ファイルを読む形にしたいと。はい。あ、ファイルね。で、オープンの後ろが DBF が一つ必要ですという感じなんですけど、お、あれ？俺、オープン。大丈夫か？大丈夫かっていうか、これは指定しなきゃいけないのかな？指定しなくていいんだったら、指定したくなかったんだけど。てか、定義ファイルありましたね。はい。まあ、これでいいでしょう。で、オープンしたら、コンストで、shp として読むと。はい。オープンしました。await で読むと、shp が、ソースになると。で、リードしてすると、リザルトがもらえて、あれ？全ドン。これは結構厳しいね。ちょっとやめようか。アウェイトを入れると、なんかめちゃくちゃめんどくさいことになりそうなんで、なんかこれ全のこのリードは何回も呼ばれてドーンだったら処理するみたいなことになってるんで、これは変えない方が良さそうだ。はい、まあしょうがないか。キャッチで、じゃあリターンでニュープロミスでリゾルブリジェクトリゾルブリジェクトで処理をやる形にしちゃおうか。ちょっとね、リターンリード前ログログなんじゃこりゃ、リード前ファンクションログ、あーなんじゃこりゃ、どうなってんだこれ。リードをすると1行読めるってことか。これなんか非常に読みにくいなこれ。リードをすると1行読めてまた読んでねってことをしてるっぽいですね。これでリジェクトエラーでしょ。ちょっとこれ直さないとな、気持ち悪いな。ね、そうだよね、全リードドンだから、このちょっとリザルツをここで持つしかなくて、リザルツをここにプッシュするしかない。で、まあ、こんな感じか。はいはいはい。で、ドーンになったら、リゾルブをかけるということをすれば、とりあえずいいかな。はい。で、コンソール、ああ、違うか。ファンクション F として、ファンクションじゃねえ、コンストか。いや、ここでね、なんか、あんまり、なんか、よいしょ。つまずきたくはなかったんですけど、はい、これで、コンストレスをもらって、アウェイトして、アシンク関数ですと。
どこだっけ、コンスト F イコールアシンクか、はいはいはい、でコンソールログのレスで、これは JSON ストリンギファイをしてあげる必要があるというか、しないと潰れちゃうんで、はい、とこんな感じかな、はい、でこれでパースね、おっと何も出ない、何も出なかった、ファイルをもらってリゾルブをしてる、リジェクトしてる、リザルツを返してプッシュしてるんだけど、なんでだ、あ、F 読んでねえわ、アホと。よし、じゃあこれはどんどんセーブで置いとけばいいか、はいはいはい、大丈夫そうかな、これで、はい、こんな感じでデータちゃんと返ってきてますというとこまでできました。で、上からね見ていこうと思います。チック、チックのチクハンB、ギョグ、ギョグの歌詞のこれで、次が撮影法、撮影法シーク P ですね、はい、とこいつをファイルズという名前にして、ファイルズのとりあえず0から見ていきましょうか、はい、で多分これね JSON ストリングファイしなくて大丈夫そうだったんで、一旦コンソールログでただ出すだけにします、はい、でこれがまずは地区ですね、地区はプロパティのデータが少ないんですが、あ、ジオメトリーが出てないか。ポイントですね、これね。ちょっとジオメトリーのデータ見たいから。JSON ストリンギファイ。はい。ヌル2を入れるとプリティプリントしてくれます。はい、と。こんな感じですね。ジオメトリーポイントで139なんちゃらのこれっていうのが出てる。これがなんだっけ？地区。地区。5、4、3、2、1。リリガミ1。あ、こんだけか。こんだけのデータですね。これがポイントで取れてますね。次、地区は何なんだろうな。ポイントで取れてますけど、はい。で次が地区班ってやつですね。地区班むちゃくちゃ長えな。地区班はめちゃくちゃ長く、ポリゴンがめっちゃ長いんで。これはなんかこう範囲かな、ポリゴンだから、まあ範囲でしょうね。次、漁具、この中身がこれですよっていう情報は全然ないんで、これはポイントですね。これか、漁具分類庫、漁具分類っていうのはあるっぽいですけど、漁具分類今探してますけど、これっぽいですね。漁具分類が7、6、4、99、10、99だな、これも。なんでしょうね、これは。漁具分類、漁具ないですね。
まあなんか魚の捕まえ方的な話なんでしょうけど、これ後ろ見ていくと結構面白いデータがあって、ちらっと見たんですけど、天気とかは書いてあるんだけど、その他に水深でしょ、 川の下の材質、磯の状態、流速、水温とかいいんだけど、あとね、なんだっけ、あ、魚類調査法、この辺じゃない、捕獲方法とかもあるから、多分この辺の情報としてこれがあるんだと思うんですけど、これのなんだろう、マスターデータがどこにあるか分かんない感じなんですが、あとね、なんか努力量とかよく分かんないデータがあって、あの実施人数、まあ、どんだけやったかみたいなね話だと思うんですけど、努力数 0.3 とかよく分かんない人数かけ時間だから20分で終わりました的な話なのかな。あとは生活コード3、この生活コードも、生活コードのこの3は何だ、何を意味してるのか分かんないかったりねするんですけど、なんか結構ね、いろんな面白いデータがもりもり入ってるんで、この辺もね活かしていければいいなと思ってるんですけど、まあまあまあいいや。次、2番は01魚具ですね、魚具ね、本当に魚具だった。3番4番ね、撮影法が、これラインストリングですね。なんか撮影だからまた別なのかな、どこを撮りましたよっていう話なのかな。5番、これなんか終わんないね。5番また長いな。5番は、ポリゴンですね。これが飼育なのかも分かんないけど、水環境区分、まあなんか飼育環境とか なんとかなのかな。ちょっと分かんないね、これだけだと。ちょっと分かんないですね。これジオジェイソンにすると、ここであったかな、ジオジェイソンにして、あのギストにぶち込むとこんな感じで見れるらしいんで、こう一回吐き出したこの吐き出てきたデータをジオジェイソンとして、あの GitHub にアップロードして見てみるのが一番いいかもしれないですね。はい、ということでね、なんかパッと分かるもんでもなかったな。例えばこの調査管理番号でちょっとこっちだけ見るとなんか分かるかな。魚類でしょ、魚類はいいんだよね。だから これがずっと一緒で、調査管理番号が一緒なデータがめちゃくちゃいっぱいあって、どこまであるのこれ、結構あるな、めっちゃあるな、1000行近くありますね。ここまで一緒ですね。1008行目まで一緒なんで、で調査年は全部一緒で、久慈川でしょこれ全部ね。で目録も一緒、あで種コードが違うんで、この久慈川にこんだけいたよっていうことだと思うんですけど、そうだよね、種コードがかぶってるデータっつうのはあるから、ここが違うね。最初これ個体数か、箇所番号が違うんで、久慈川の4番の箇所でこれだけいましたよと。で調査年が2009年、で
箇所番号1番のとこがこんだけいましたよと。1番めっちゃいるな。あ、4番ちゃんと並んでもいないな。でそれを地区番号が、これまた違うな、箇所番号、地区番号、地区名で見た方がいいのかな。濁いは、この2行が謎ですね。こっちだと4番、こっちだとこれ上に入ってるという見方ができるんだけど、こっちは下に入ってるっていう風に見えるんで、どっちが正解かっていうことなんですけど、濁いがこっちにいるか、及川がこっちにいるかなんですけど、それはいないね。でこっちに及川がいたら上ってことなんですけど、及川濁い、及川濁い、ボラに2つあるぞ、ボラが2つあるんですけど、なかなかちゃんとしたデータではなさそうな。春、全部一緒なんだよな。晴れ、セグメント3、一緒ですね。 BC 型、今ここの2行見てますね。ここの2行はあれ、ああ、ボラボラボラ、こことここか。これボラ2つともボラで、調査年とか地区まで一緒です、調査年月日も全く一緒、セグメント3一緒、BC 型っていうやつも一緒か。砂50、河川、これ全部一緒なのかな。あ、タモ、定置網か。あ、取得法が違うと、調査方法が違うデータがあるんだ。実施時間1時間かけたってことか。設置時間15時間、めっちゃかかってんやん。最大長、はあ、ははあ、めっちゃでかいの取れてる。めっちゃでかいのが18センチ。なかなかですね。これこの辺はちょっと一緒くたにしちゃいたい気もする。難しいね。ちょっとね、この Excel ファイルをよく見るっていうのをまずやった方が良さそうですね。こっちのシェイプファイルは、なんかこう、Excel ファイルの1行に1対1で紐づくようなデータがあると思ってたんですけど、パッと見、そんなに件数があるデータがないので、てか、一致もさせられないから、まあ、件数ないか、件数はなくていいんだけど、ここのね、地区番号、地区名くらいで一致するものがあれば、そこのポイントっていうのを取ることができるんで、そのくらいはやりたいんですけど、ちょっとどのデータを使えばいいか、今のところ地区が最有力候補なんですけど、ちょっと他のデータがね、どういうことを表してるのかっていうのも、ファイル名しか今分かる情報がないので、もうちょっとよく見ていく必要がありそうです。ちょっとね、見てこようと思います。ということで、今回は以上。次回お楽しみに、チャンネル登録、高評価お願いします。では。